疲れ様でございます。モッピーのポイ活でございます。今回はね、モッピーでポイント活動してるのになかなかこちらのポイント、つまり金額ですよね。こちらに反映されてない方へのメッセージになります。私も実際ね、まだね、3万ポイント弱反映されてないんですよ。じゃあ、その原因と対策を練っていきましょうか。まずは、このポイントのところをクリックします。そうすると、画面がちょっと変わりましてね。今、持っているポイントが 131,782 と出て、判定中のポイントってのが出ます。これが 23,000 飛んで62。これが、まあ、私のね、ポイントになるのか、それとも却下されるのかの瀬戸際なんですけども、首を長くして待ってるところですね。で、下の方に行きますと、このように今判定中のポイントが一覧で出ます。例えば5月16日に Yahoo ショッピングで買い物した時のポイント43ポイントがね、まだついていないんですよ。5月ですからね、もう2ヶ月以上経つんですけど、どうなってるんでしょうか。そういう場合は詳細お問い合わせを押します。そうするとね、獲得予定時期ってのが90日から180日といってものすごく長いんですよ。つまり私はまだ3ヶ月も経ってないので、入金後90日の90日まで行ってないわけなんですよね。で、最大180日ですから、年を越す可能性まであるのかなって思っちゃいますね。そのぐらい、ポイントってのはなかなかすぐは入んないんですよ。次は、いいはな .com さんでお花を買いました。28,000 ポイントバックされてるんですけども、これがまだ5月24日の時点での買い物なのについてませんよね。クリックします。そうすると、90日前後ですから、ということはね、5月24日でしょ。90日前後ってことは、8月の中旬から下旬にやっとつくってことなんで、これもまだ1ヶ月ほどかかりますね。で、次。待望の2万ポイントなんですけども、静岡銀行カードローンセレカ。これ6月4日に承認受けてるんですよね。ということは、3ヶ月と仮定すると9月になっちゃうわけなんですけども、どのぐらいかかるのかなとクリックしています。90日程度なんで、やっぱり、8月中に出れば御の字って感じですよね。今が7月の24日なんで、当然今の時期には出ないってことなんですよ。まだまだ先になりそうです。はい。あと Q10 とかビッグカメラはもうね、言うまでもないですね。で、このぐらいね、3ヶ月とか4ヶ月とかね、ポイントがここに反映されるのにかかるんですよ。もちろんね、すぐに反映ってやつもたまにありますよ。そういうのを除いてなんですけども、例えば承認行ってみましょうか。クライアントビデオっていうのは、7月1日に判定して、7月1日に利用日なんで、即日出てるわけですよ。1650円コース、2000ポイント。だからこれはかなりナイスだったでしょ。AG ビジネスサポートも、これ4月22日にやって、1ヶ月ぐらいで出てるわけですよ。これ早いでしょ。で、こちらのニュースタンダードカードローンですけども、4月23日に実行して、3ヶ月弱で出てますね。だからこれもちょっとまあ、7、80日かかったってことになります。で、こんな感じなんですよ。ペースとしてはね。で、対処法なんですけども、まあ、待つだけということになります。待ってくださいということですね。うん。以上です。はい。まあ、ポイント活動ね。すぐにどんどん儲かるよって話じゃないんで、今やったものは3ヶ月後くらいにポイントとして反映されるぐらいで思っといたがいいということでございます。それでは。